ぐらいで着きます。あと10分、うん、なんか喋ってればって今だね、うん、私一人であのビフレ行った時すっごい長く感じたもんね。無音だったから。無音で、うん、無言で無言で意外とね人がいるのよ。車がすごいね、うん、なんかすごい嫌な予感って感じ。あの JJ さんリスペクトめくっております。腕をめくってって言ってめくってもらった。さっき私もキャンプはこういう仕様で行くから愛を込めてって感じ。どっち？ライダーハウス。いや違う、キャンプ場入り口ってここなのじゃない？ここなの。意外とす、どうかしら。ダメか。
には思いっきり煽られそう。見えないな、まぶしい。いっぱいなった。これは？見えた？見えた。力みすぎじゃねえ、それこそ。水の中入ってんの初めて。初めてだよ。海ですら入んないのに。湖だからさ。もうやる気なくなったわ。今日のこんな感じですっていう、うん、今更ですけど。あ、これ？
でさ、なんだっけ、あの本人があれだったか、本人公認だったって言うんだっけ、これでででででで、音は鳴らしてもらったら音は出るんですけど、あの画面が暗いままっていう、ちょっとあの操作ができないんで、ちょっと再起動してもちょっと変わんなくてっていうところで、今はちょっとないです。はいはい、持って火つけるといい。しかも盾持ちしてたってね。もう慣れてないって怖いよね、本当に嫌なっちゃうわ。慣れてないっていうか。オイルくどいかな、全部使ったら。いいじゃん、投げられないでしょ。全部入っちゃった。極力入れた方がいいんじゃない。吸わさった。曲がってたっけ。いや半分だわ。半分、うん、縦、うん、こう、うん、
約12年間自炊生活をしてきた私の全ての技術を使って満足する。まんまる上がりましたね。芸術的だね。エビフライじゃないですか、ね、これひどい。え、どうしたどうしたこれ、あのエビチリのエビじゃんこれ。真っ赤だ。大鳥が大失敗って感じ。なんか今までで一番うまく分かんなかったね。でもほらこっちがあるから、ここにさ油切って乗っけてさ写真撮ろう。ナスね、やっぱ天つゆより醤油だと思うんだね。あと塩、塩も違うのか。塩ちょっと違う。塩、あ、醤油持ってきて。ナスがうまい。そういえば前のお盆の時にレインボーになる、あの焚き火がレインボーになるあの粉みたいなのを買ったんですけど、ちょっと使いそびれちゃって今日使ってみようと思って持ってきました。ファイヤー革命。
帰ってまーす。はい。天気は良かったけど虫が多かったね。そうだね、雨は当たんなかった、うん、でさ、さっき片付けてた時にね、あの焚き火のあの何巻き入れてるさ袋あるじゃない、あそこにね、なんだと思ってパッて見たっけさ、カメムシついてたの、うん、で、うわーと思って火バサミで掴もうと思ったっけさ、うちのさ火バサミさこんななってるからさ全然さ掴めないの。巻きもめっちゃなんかパッてなんか落ちちゃうのよ。わかるわ、もうすごい困ってたっていう小話、はい、小話でした。思いついたなら、はい、終わりかなこれ、今年のキャンピーキャンプ多分ね、よっぽどその空いてたりいいとこがあれば。3ヶ月待つんだからね、この今日のキャンプ場本当に行きたかったんですけど、あ、ちなみに今日帰るんですけど、私この後仕事です。いってらっしゃいって。どうしてなんだろうか、もうこれだからぼっちで働くとこうなっちゃうね、困っちゃう。ってことで今日はここまでになります、はい、さよなら。さよなら。